皆さんこんにちは、地活アスカです。今回は青春18切符を使って大阪から金沢まで乗車した時の様子をご紹介していきます。 JR 西日本の大阪駅にやってきました。今回は JR グループから発売されている普通列車が乗り放題となる青春18切符を使用し、大阪から石川県の金沢まで向かいます。最初に乗車するのは7時47分発新快速敦賀行きと米原行きの列車です。平日の朝に1本のみ運行されている京都駅で敦賀行きと米原行きに切り離しを行う珍しい新快速列車となります。前4両が湖西線経由敦賀行き、後ろ8両が米原行きとなっており、今回は敦賀行きに乗車して湖西線経由で北陸方面へと向かいます。8時16分、京都駅の0番乗り場に到着します。どうもありがとうございます。この新快速は京都駅の0番乗り場で山科駅から湖西線を通って敦賀駅まで向かう列車と、東海道本線を進んで米原駅まで向かう列車に切り離されます。切り離し作業が終わると先に敦賀行きが発車していきます。そして次の山科駅で京都駅で切り離したはずの米原行きの新快速に追いつかれるダイヤとなっています。これは新快速自体が12両編成と長いため、米原行きと敦賀行きでお互いに乗り換えがしやすいようにするためです。山科駅を出発した列車は湖西線に入り、東海道本線と分かれていきます。そして京都府から滋賀県に入り、大津京駅を出発すると湖西線の高架区間を130キロで走っていきます。琵琶湖の西側を通るようにして走る湖西線は、関西と北陸を短絡するための路線として1974年に開業しました。山科駅から近江塩津駅までの74キロにわたって踏切が一つも設置されておらず、最高速度130キロでの高速走行が可能な路線となっています。8時51分、列車は近江舞子駅に到着します。この駅から先は敦賀駅までの各駅に停車していきます。9時9分、列車は滋賀県高島市の近江今津駅に到着します。この駅で特急サンダーバードの待避を行うため10分ほど停車します。当駅にて特急列車の待ち合わせとなります。発車約9分ほどお待ちください。またドアは手動扱いとなります。乗り降りされる際はドア横のボタンを押してドアの開け閉めお願いをいたします。車内温度維持のためドアは手動扱いとなります。近江今津駅からはこのように自分でドアを開けて乗り降りする区間になります。特急サンダーバード7号金沢行きが9両で参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。一番乗り場に大阪と金沢を結ぶ特別急行列車サンダーバード7号金沢行きが到着します。このサンダーバード7号は他のサンダーバードと比べて停車駅が多く設定されています。近江今津の他にも高槻や片田、松任にも停車する数少ないサンダーバード号です。停車中の列車は、停車駅の扉を閉めてください。
それでは新快速敦賀行きの旅に戻ります。大見中小駅の手前で北陸方面からやってきた貨物列車とすれ違いです。滋賀県北部の高島市牧野エリアの山間部を走っていきます。9時37分、列車は滋賀県長浜市の近江塩津駅に到着します。滋賀県で最北端の駅、近江塩津駅は湖西線と北陸本線が合流する駅となっています。この駅から先は滋賀県の米原駅と石川県の金沢駅を結ぶ北陸本線に入っていきます。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。敦賀行きです。次は新引田、新引田です。お出口は左側です。近江塩津駅を出発してしばらくすると湖西線と北陸本線の合流点を通過していきます。前方に見えてきた雪からポイントを守るために設置されているスノーシェルターのところで線路が1本になります。滋賀県から福井県に入った列車は福井県に入って最初の駅、新引田駅に到着します。敦賀駅の手前で新しい線路が右へと分岐していきます。すでにご存知の方も多いと思いますが、この線路は2024年3月から敦賀駅に新しく設置される特急列車専用ホームへとつながる線路となります。北陸新幹線が敦賀駅まで開業すると右へと分かれていった線路を特急列車が走ることになります。9時50分、列車は敦賀駅に到着します。敦賀駅に到着しました。敦賀駅ではおよそ3分の接続で福井行きの普通列車に乗り換えとなります。敦賀駅から先は北陸新幹線が開業すると JR の北陸本線ではなくなり、第三セクターのハピライン福井という鉄道会社に変わります。そのため越美北線への通過特例を除き、青春18切符を使って敦賀駅から北の方へ移動することができなくなります。それでは521系の普通列車に乗って北陸本線ではなくなってしまう区間を青春18切符で乗り通していきたいと思います。列車は4両で運転を致しております。
ドライバー前から2両目と一番後ろの車両にも出た。左手に撮影時点ではまだ未開業だった北陸新幹線の高架橋が見えてきます。直流区間と交流区間の境界点デッドセクションを通過し、架線の電気が交流の区間に入ると列車は北陸トンネルに入っていきます。1962年に開通した北陸トンネルは全長が 13,870 メートルあり、 JR の在来線の陸上トンネルとしては日本最長の長さを誇ります。普通列車の場合、このトンネルを抜けるまでおよそ10分ほどかかります。北陸トンネルを抜けると福井県南越前町にある南今城駅に到着します。10時7分、列車は今城駅に到着します。今城駅では待避線に入り、特急列車の通過待ちを行います。今城駅に到着しました。新幹線が開業するとこの区間に特急列車は走らなくなるため、普通列車が特急の通過待ちをする光景も見納めとなります。南城駅と大塩駅の間で北陸新幹線の高架橋と交わります。山に沿うような形でカーブを描いて走る北陸本線とは違い、北陸新幹線はトンネルで山をぶち抜いてショートカットしているのがよくわかります。10時29分、福井県越前市の武生駅に到着します。駅から東に3キロほど離れたところに新幹線の越前武生駅が開業するため、武生駅に特急は止まらなくなります。ただし JR からハピライン福井に変わると、武生駅から福井駅までの普通列車の本数が大幅に増えるため、地域利用の利便性は向上されることになります。続いて福井県鯖江市の鯖江駅に到着します。メガネの街として有名な鯖江市の中心となる駅です。この駅も武生駅と同様に特急の停車駅から外されることになっています。列車は福井駅に向けて快調に走っていきます。北陸本線は特急列車が高速で走る路線となっているため、普通列車であってもかなり速いスピードで走っていきます。
列車は福井市に入り、右手から北陸新幹線の高架橋が見えてくると、越前花南道駅に到着します。この駅は福井県大野市の九頭竜湖駅までを走る JR 越美北線との分岐駅となります。越前花南道駅では北陸本線のホームと越美北線のホームが新幹線の高架橋を挟んで離れたところに設置されています。越美北線の列車はすべてこの駅から北陸本線の線路を走り、福井駅まで乗り入れています。終点福井、出口は10時50分、列車は福井駅に到着します。福井駅ではおよそ20分ほどの乗り換え待ちとなります。福井といえば恐竜が有名です。福井駅の駅前広場には恐竜の迫力あるモニュメントが設置されています。この乗り換え待ちの間に11時1分発特急白鷺3号金沢行きと11時10分発特急サンダーバード11号金沢行きが先に発車していきます。福井駅の3番乗り場に11時13分発普通列車金沢行きが入線してきます。車両は敦賀から乗車した車両と同じ521系と呼ばれる車両です。521系は北陸本線を中心に七尾線、IR 石川鉄道線、愛の風富山鉄道線の普通列車として活躍しています。こちらが521系の車内の様子です。新快速などと同じ2列2列の転換クロスシートとなっており、長時間の乗車でも疲れにくい座席となっています。新幹線が敦賀駅まで開業すると、 JR 西日本の521系は一部の車両を除いて IR 石川鉄道とハピライン福井の車両として生まれ変わります。そんな521系の普通列車で金沢駅まで乗車していきます。列車は福井県を流れる一級河川、九頭竜川を渡っていきます。11時29分、あわら温泉駅に到着します。福井県あわら市の中心駅となっており、あわら温泉や東尋坊といった観光名所への玄関口です。北陸新幹線もこの駅に乗り入れるため、真新しい駅舎が建設されました。あわら温泉駅を発車した列車は福井県と石川県の県境、牛の谷峠を越えていきます。牛の谷峠を越えると石川県加賀市の大正寺駅に到着します。かつては大正寺駅から二駅先にある胆振橋駅とともに加賀温泉郷への玄関口としてにぎわっていた駅です。大正寺駅を出発し、北陸新幹線の高架橋としばらく並走すると、特急停車駅の加賀温泉駅に到着します。この駅はもともと佐久美駅という福
通列車しか止まらない駅として開業しましたが、時代が進み新幹線の停車駅となるまでに発展を遂げました。加賀温泉駅の次の駅、胆振橋駅に到着します。かつては大正寺駅とともに加賀温泉郷への玄関口として特急列車も停車していました。そして胆振橋駅の次の駅、粟津駅に到着します。待避線に入り特急列車の通過待ちを行います。11時55分、石川県小松市の粟津駅に到着です。加賀温泉郷の一つ、粟津温泉に近いこの駅で、特急サンダーバード13号金沢行きを先に通過させるために10分間停車します。12時5分、粟津駅を発車していきます。列車は石川県の県名の由来にもなった手取川を渡っていきます。12時42分、今回の動画の終点である金沢駅に到着しました。18切符で旅行したこの日は、震災により七尾線が高松駅までの運転となっていました。北陸新幹線が敦賀駅まで伸びるとできなくなる大阪から金沢までを18切符で移動する動画はいかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。